こんにちは、ミルクです。こんにちは、モナカです。女帝のソフィアだ。ソフィアちゃん、ソフィアをメンバーに加えてみたらというコメントをいただいたので、オープニングだけ亡霊に来てもらった。オープニングだけと言わず本編もいてもらっていいのよ。しょうがねえな。いや、家系図が隠れる関係で今だけの参加だ。クソが。ごめんご。じゃあ、早速解説していくわん。もう行くんかい。にゃあ。女帝。デカブリストの乱を容赦なく鎮圧して、暴君と呼ばれたニコライ一世。彼はゴリゴリの専制君主志向で、皇帝の権力は絶対で民衆の自由は許さない。理想はひいおじいちゃんのピョートル大帝だった。知識人や自由主義を唱える者たちを弾圧し、作家のドストエフスキーも社会主義サークルに入っていたという理由でシベリア送りにされたという。出た、シベリア送り。それまでもシベリア送りは普通にあったけど、送られるのは主に犯罪者や政治犯、逃亡ノードだった。でもニコライ一世は若くて元気な学生や知識人たちをどんどんシベリアに送ったんで、人々はシベリアでも政治への抗議の声を上げ続けた。都市部にもその声は届き、こっそり反政府パンフレットが印刷されてたという。政治と社会は暗かったけど、ロシアの識字率も上がり、文化や芸術が花開いてきた。音楽だとチャイコフスキーが生まれた頃だ。クルミは理人形や白鳥の湖とかも作った人だよ。絵画だとレイピンがいる。イヴァン4世が息子をぶん殴った時の絵とか有名だね。息子をぶん殴った時の絵。他にも、公女ソフィア、この絵もレイピンだよ。この絵か、てめえこら私をわがままボディで描きやがってこの野郎。ソフィアちゃんが髪怒らないでー。ソフィアが生きてる時にこの絵を描いてたらシベリア送りだったかもしれないな。むしろ処刑かもしれない。あと、ニコライ一世はロシアに初めて鉄道を引いたり、ロシアの国家を作らせた。それまでロシアの国家は、イギリスの国家をメロディーもそのままで歌詞を訳しただけのを使っていたのさ。それは国家やない、イギリス国家のカバー曲や。そして宮廷オペラの指揮者の息子、アレクセイ・リボフがロシア国家、神よ、サーリを守らせたまえ、を作った。前の皇帝アレクサンドル一世の時からロシア皇帝はポーランド王を兼ねてたけど、ポーランドはロシアと違って国民議会もあり、王が絶対的権力を持つ国じゃなかった。ニコライ一世は国会を廃止して憲法も無効にした。これは反発を生み、ポーランド軍はニコライの兄、コンスタンチンの宮殿を襲い反乱を起こした。ほんとよく反乱起こされるわね、というかコンスタンチンがとばっちり受けてるような気が。反乱は鎮圧された。そして相変わらず容赦がない。ニコライは他のヨーロッパの国でも革命が起きたりすると軍を派遣して鎮圧したんで、ヨーロッパの憲兵、なんて呼ばれたよ。かっこいい異名ね、後ろの髪を前に持ってきてるだけの皇帝じゃないわね。しかし、ニコライの晩年、1853年にクリミア戦争が勃発する。ロシアはエカチェリーナ2世ことゾフィーがクリミア半島を手に入れたことにより国会を支配していて、さらに南下政策を強め、それに対抗したオスマン帝国やイギリス、フランスと戦争になったのさ。ロシアは農業国ですっかり技術では遅れていて、他の国の海軍が蒸気船を使っている中でロシアはまだ反戦だった。というわけで敗北した。負けちゃったか。ちなみにクリミア戦争でイギリスの看護師として活躍したのが、ナイチンゲールだよ。ナイチンゲールちゃん、白衣の天使ねー。今でも看護師さんが白衣の天使と呼ばれるのは、ナイチンゲールがクリミアの天使と呼ばれたところから来てるんだよ。なるほど。ニコライは即位する前に兄のアレクサンドル一世とパリに行った際、プロイセン王のフリードリヒ・ビルヘルム3世の娘、シャルロッテを見初めて結婚している。シャルロッテはイギリスのビクトリア女王のハトコだったりする。ハトコってことはタラちゃんとイクラちゃんの関係ね。それ出してくると思ったよ。シャルロッテはドイツ名で、ロシアではアレクサンドラ・フョードロブナに改名してるけど、同じ名前が多くなるんでシャルロッテと呼ぶことにするよ。そして、子供が生まれる。アレクサンドル、ニコライ、ミハイル、他4人。結構多いな。そして同じ名前も多い。夫婦仲は良かったという。シャルロッテは結婚後、14年間で7人も子供を産んだハイペース出産で健康を害してしまい、医者から子供を作るのを禁止される。その頃からニコライ一世は女官のバルバラを愛称にし、シャルロッテは嫉妬したという。奥さんが体調崩した時に愛人作ってんじゃなーい。ニコライ一世にはシャルロッテ以外との間にも子供がいたことが分かっていて、バルバラの子だろうと言われている。子供も作ってんじゃなーい。とはいえシャルロッテとバルバラは次第に仲良くなって関係は良好だった。
夫の愛人と仲良し、心広い。ニコライはクリミア戦争が終結する前年の1855年に肺炎で亡くなっている、58歳だったよ。悲しいわねー。そして、長男のアレクサンドルがアレクサンドル2世として即位した、この時37歳だ。ではアレクサンドル2世の顔を見てみよう。見てみましょう。ジャングルで生き抜いてきた野生を感じる、宮殿育ちだよ。あさっての方へ伸びる自由な髭が忠実に描かれてるなぁと思ったけど、写真じゃない？もう19世紀だからね。時代が進んだわねー。さっきはあえて出さなかったけど、チャイコフスキーやナイチンゲールも写真がある。あったんかい？アレクサンドル2世は早々にクリミア戦争の戦後処理に追われた。敗北によりゾフィーが手に入れた国会の支配も失い、アレクサンドル1世がナポレオンとの戦いで得たヨーロッパでの影響力も失った。めっちゃ失ったやん。ロシアの海軍だけ反戦だったりと産業の遅れも露呈しちゃったんで。アレクサンドル2世は農奴として働かせてきた農民たちを解放して、ロシアを工業国にすることを目指した。しかし漁師たちの反発が大きく、発布された農奴解放令は期待と違って農民たちを落胆させた。簡単に言うと、農奴たちは人格的には解放されるけど、土地は漁師から買い戻すシステムだ。農民は領主にお金を立て替えてもらい土地を買い戻し、49年ローンで返していくことになる。49年ローンはきつい。これのどこが解放やねん、と切れた農民は農民一揆を起こした。3ヶ月間で647件の一揆が起こり鎮圧され、51人の農民が撃たれて亡くなったという。辛いわねー。それでもアレクサンドル2世はニコライ1世ほど恐怖政治はせず、解放皇帝と呼ばれたりする。とはいえ微妙な農奴解放や、知識人や反乱の弾圧はしていたので反発も多く、1866年、アレクサンドル2世が庭園を散歩していると、ロシア人のドミートリーカラコーゾフに銃撃された。銃撃？しかし通行人がカラコーゾフをとっさに取り押さえ、アレクサンドル2世は無事だったよ。よかったわねー。これは犯人の名前を取って、カラコーゾフ事件と呼ばれる。ロシア人の通行人が皇帝を守ったということで、この事件は皇帝に尽くすロシア人の美談として扱われた。犯人もロシア人だったわよね。そこは見て見ぬふりだ。この通行人には皇帝を守ったことで貴族の称号が与えられ、劇場で国家、神よ、サーリを守らせたまえが演奏された。国家の名前がうまいことリンクしている。カラコーゾフ事件で危ない目に遭ったアレクサンドル2世だけど、これだけにとどまらず。彼は命狙われ系皇帝なのさ。命狙われ系皇帝、嫌すぎる。カラコーゾフ事件の翌年にも、パリの万博博覧会を訪問中に馬車に乗ってるところを銃撃された、弾がそれたので無事だったよ。危なかったわね。それから10年以上経った頃、モスクワの郊外で皇帝専用の列車が爆破された。銃撃から爆破になってるやん。命の狙われ方が進化しちゃったやん。翌年には宮廷の大広間が爆破された。家まで爆破されたやん。この2年間の間に7回も暗殺未遂にあった。くっそーい。そんなに命を狙われて大変すぎるわね。プライベートのアレクサンドル2世は、感激すると人前でもすぐ泣くような感情豊かな人だったよ。命狙われすぎて泣いてると思う。皇帝になる前の20歳の時、旅行中にドイツ大公の娘、マリアに恋した。マリアは、マリアの母親が愛人との間に作った子だったから周囲は反対したけど、反対を押し切って結婚した。いいわねー、アレクサンドル2世、愛を貫き通したのね。マリアはこの時14歳だ。逮捕します。やめてやれよ。今とは時代が違うんだから。しかし結婚するとすぐアレクサンドル2世の愛情は冷め、愛人をたくさん作った。命狙われとけお前。やめなさい。そんな状態だけど、マリアとの間には子供がいる。後継ぎは必要だもんね。ニコライ、アレクサンドル、ウラジーミル、セルゲイ、他4人。多いな。夫婦仲と子供の数が不一致なのは王家あるあるね。アレクサンドル2世は愛称の1人、エカチェリーナとも3人の子供を作っていたよ。爆弾どこかにないかしら。爆破しようとするな。エカチェリーナとは単なる浮気ではなく、もはや第二の家庭を築いてる状態だったから、周囲から非難されたけど関係は続いた。妻のマリアが55歳で亡くなると、周囲の反対を押し切りエカチェリーナと再婚。5分後ぐらいでいいかしら。爆破の準備すな。身分違いの偽善結婚だったため、すでに生まれていた3人の子供には定位継承権は与えられなかった。子供に罪はないのに、辛いわねー。
再婚から翌年、アレクサンドル2世は宮殿に帰る途中、乗っていた馬車に向かって爆弾が投げられた。馬車の脇にそれたんで怪我はなく、しかし護衛のコサックが負傷した。アレクサンドル2世は馬車から降りてコサックを気遣ったんだけど、そこへまた爆弾が投げられ、今度は足元で爆発。アレクサンドル2世は大怪我を負った。寒い、宮殿へ連れて行ってくれ、宮殿で死にたい。と言い、実際に宮殿へ運ばれ数時間後に亡くなった。最後は本当に爆破で亡くなっちゃうなんて悲しいわねー。お前爆破の準備してたよな。ロシアの皇帝はクーデターなどで何度も暗殺はあったけど、一般人によって暗殺されたのはアレクサンドル2世が初めてだ。長男のニコライは若い時に亡くなっていたんで、次男のアレクサンドルがアレクサンドル3世として即位した。アレクサンドル3世は体格が良く、身なりや振る舞いは資料によっては、粗暴な野人なんて書かれてたりする。あのお父さんの息子ならワイルドっぽい。そんなアレクサンドル3世がこれだ。ヒゲが少しワイルドだけど顔立ちもいいしジャングルで育った感じがしないわ。いや誰もジャングルで育ってないから。アレクサンドル3世は即位するとすぐ、父親が最後に爆弾を投げられた場所に教会を建てた。お父さんのことを思って建てたのね。名前は、地の上の救世主教会。名前子は、爆弾を投げた犯人は、人民の意思という党の党員で、皇帝の暗殺を軸に政治改革を目指していた。アレクサンドル3世は人民の意思を操作し、実行犯の6人を逮捕、そのうち5人を公開処刑にした。あとの1人は妊婦だったため猶予されたという。爆弾投げるような集団に女の子もいたのね。アレクサンドル3世は父親が暗殺されたこともあり、民衆の要求には一歩も譲るものか、という信念を持ち、取り締まりを厳しく行った。一方で農奴解放を本格的に行い、ロシアの工業化を進めた。農民はサンクトペテルブルクに出稼ぎにも出て、農奴を失った領主は土地を売り没落貴族になったりした。また、シベリア鉄道に着工したよ。プライベートではデンマーク王女のマリーと結婚している。マリーはロシアではマリア・ロードロブナに改名したけどややこしいんでマリーと呼ぶね。マリーはもともと、アレクサンドル3世の兄、ニコライの婚約者だったけど、ニコライが早くに亡くなってしまったんでアレクサンドル3世と結婚した。マリーちゃん綺麗ね。マリーは美人で国民からの人気も高く、同時期にオーストリア・ハプスブルク家にいた美人のエリザベートと比べられる存在だったという。二人とも可愛い？夫婦仲はとても良く、アレクサンドル3世はおそらくロマノフ家の皇帝で初めて、愛称すら一人も持つことがなかった。素敵ねえ。あ、でも子だくさんパーベルは？子だくさんパーベルも夫婦仲は良かったけど愛称もいたのさ。パーベルめ。そんな仲良し夫婦には子供が生まれる。ニコライ、ミハイル、他4人。結構多いけど、夫婦仲が早々に冷めてたアレクサンドル2世の方が子供が多いという。アレクサンドル3世の家族思いが現れたエピソードがある。ある日、家族で乗っていた列車が脱線した。また爆破されたのね。いつまで爆破されるんだよ。脱線事故は20人以上が亡くなる大惨事だった。家族は食堂車にいて、アレクサンドル3世は怪我をしながらも子供たちに覆いかぶさり、落ちてくる天井から守り抜いた。素敵ね、泣けるわねー。休日は子供たちと一緒に沼に入ったり、果樹園のリンゴを盗んで怒られたりしたという。もっと他の遊びをした方がいいわよ。父親を暗殺した人民の意思は、首謀者が5人処刑されたことで弱体化してたけど残党により、またアレクサンドル3世の暗殺計画が行われていた。でも政府の監視は厳しく、計画はバレてまた5人が絞首刑になっている。実行が防げてよかったわ。この時に絞首刑になったうちの一人がアレクサンドル・イリーチ・ウリアノフ。後々出てくるレーニンの兄だったりする。いろいろ繋がってるのね。アレクサンドル3世は命を狙われながらも、13年間の治世は割と平穏に過ごせた。暗殺防止のため治世の後半はほぼ隠居生活を送っていたのさ。その間に優秀な側近、ウィッテの経済政策によりロシアの工業化はうまくいき、ロマノフ家は世界でもトップクラスの大富豪になったという。そして、アレクサンドル3世は腎臓を患い、マリーの腕の中で亡くなった。アルコールの過剰摂取のせいという話もあるけど、脱線事故の時の怪我の影響という説もある。49歳だったよ。家族仲が悪いロマノフ家でこんなに家族愛に溢れててよかったわ。そして長男のニコライが、ニコライ2世として皇帝に即位した。ニコライ2世はこの時26歳、会話や作法も洗練されたスマートな青年だった。
ニコライ2世の顔を見てみよう。洗練された青年とは楽しみねえ。確かにヒゲが直毛になったわね。そんな意味で洗練されてると言ったんじゃない。ヒゲもじゃ男子が続いたけど、この人は顔立ちだけでなくヒゲも整ってるし、洗練されてるわ。ニコライ2世は誰に対しても丁寧で、声を荒げることもなく感情をあらわにしない人だったという。資料によっては父親のアレクサンドル3世がめっちゃ厳しく荒々しかったんで、ニコライ2世は父親の機嫌を損ねないよう感情を出さず、内気な性格になったと書いてある。でも他の資料ではアレクサンドル3世はもっと優しい父親って感じなので、これはちょっと疑問かも。列車でも子供たちを守ってるし、一緒に沼に入ったりしてたもんね。また、ニコライ2世の教育係だったダニロビッチ将軍が禁欲主義者なほど感情を抑制できる人で、その影響を受けたとも言われる。とりあえずニコライ2世は、自制心の塊のような人だったのさ。自制心の塊とはすごいわね。ニコライ2世のエピソードは、即位前の皇太子時代にも多く残されてる。ニコライ2世は16歳の時、おじ、セルゲイの結婚式で、12歳の少女、アリサと出会う。12歳って小6ね。アリサの姉がセルゲイの結婚相手だったのさ。ニコライ2世はアリサに好意を抱いた。小6に?そしてアリサに高価なブローチをプレゼントしたという。自制心の塊どこ行った?めっちゃ小6にアプローチしてるやん。だけどまだ小6な年齢のアリサは受け取らなかった。変な人に物をもらっちゃダメって親に言われてるのね。皇太子だぞ相手。それから5年後、姉に会うためにロシアを訪れたアリサと、ニコライ2世は再会。アリサちゃん逃げて。ニコライ2世はアリサと結婚したいと父親に願ったけど、父親はニコライ2世にはフランスから王女を迎えたかったので反対した。アリサと結婚できないなら結婚しない、独身を通す。と言い張った。めっちゃ感情をあらわにしてるやん。父親は激怒して、結局認められることはなかった。アリサちゃんの気持ちがわからないからなんとも言えんな。それから2年後、日本でも有名なエピソードがある。日本でも?ニコライ2世が日本へやってきた。日本へ、世界中に親戚や士官らと共に私的訪問していたのさ。日本へはまず長崎に入港したよ。ニコライ2世は14歳からずっと日記をつけていて、日本のことも書いてある。なんて書いてあるのかしら。と違って。いきなりピー音。最初から放送禁止用語を書くなんて、放送禁止用語じゃないよ、どんな皇太子だ。と違って日本はどこも清潔で、人々が男女ともに親切だ。と、他の国を何気にディスってきたので伏せ字にしてみた。なるほど、でも日本を褒めてて嬉しいわね。料理はあまりうまくなかった。お座敷での接待は膝が痛かったなぁ。ちょっとディスりやがった。ニコライ2世は雨に降られた時、立ち寄った商店で晩傘をもらって喜んだという。また、建物に入る時は毎回、ここって靴は脱ぎますか?と尋ね、日本に合わせていたという。日本のやり方を尊重してていいわね。そんなニコライ2世が最も興味を持っていたのが、何かしら、お寺とか神社かな。遊郭と芸者だ。煩悩の塊やないか。何度も遊郭に行っては芸者遊びで合流したという。自制心ないやないか。はい猫かん。にゃー。本気で日本人妻を持ちたいとも考えたけど、それはさすがに我慢したらしい。お帰りの船はこちらです。追い返すなよ。また、7時間かけて両腕に長崎の竜の入れ墨を彫ったことでも知られている。後々に撮られた写真でも入れ墨が入ってるのがわかる。ほんとだ、外国っぽい模様じゃなく長崎の竜ってところがまたいいわね。その後、鹿児島や神戸などを回り滋賀の大津に行った。各地の遊郭に行ってたのね。全部それ目当てかよ。この人ならあり得る。大津での日記を見てみよう。大津では人力車に乗り、狭い通りを宿へ向かっていた。歓迎する群衆の中に時折警備の巡査が立っている。その中の一人が、突然サーベルを抜いて駆け寄ってきた。にゃ?頭部を2箇所切りつけられ、何をすると怒鳴ったがさらに襲いかかってきたので人力車を降りて逃げた。すぐ後ろの人力車に乗っていた親戚のギリシャ王子が追いかけ、犯人を撃ってくれた。さらに車夫が2人駆け寄って、男を取り押さえた。犯人は取り押さえられたのね。近くの呉服屋で手当てを受け、幸い軽傷で済んだ。ひどい目に遭ったのね。実際はそこまで軽傷でもなかったと思う。この時に血を拭ったハンカチや血のついたシャツも残ってるし。そしてタバコを吸った。余裕あるな。
アリス川殿下や、他の日本人たちの呆然自失の顔を見るのは辛かった。ひどい目に遭ってるのに日本人を気遣ってるわ。町の民衆たちには感動した、謝罪の意を込め、ひざまずいて手を合わせていたのだ。むしろ感動してくれてる。パパとママを心配させないように、このことをどう伝えよう。慈悲深く偉大な神のご加護があるおかげで生きていられた。素晴らしい一日だった。ポジティブ。命狙われたのにスーパーポジティブ。犯人の津田三蔵巡査は、新聞がロシアの危険性なんかを書いていた影響を受け、ニコライたちが日本侵略のための偵察に来たと思い、犯行に及んだらしい。日本はロシアに多額の賠償金を求められるんじゃないかと震え上がったけど、ロシアへの迅速な謝罪やフォロー、ニコライ2世に日本中からプレゼントも集まったりして、無事に収束し、ニコライ2世の日本好きも揺るがなかったという。よかったー。これが1891年の大津事件だよ。ちなみに犯人は無期懲役になり、しばらくして刑務所内で亡くなっている。犯人を取り押さえた二人の車夫はロシアから終身年金が与えられることになった。ちょっと取り押さえてくる？そして大津事件から3年後。またアリサと再会する。アリサちゃん逃げて、やめなさい。アリサの兄の結婚式で再会し、そこでニコライ2世はアリサに婚約を申し込み、アリサも同意した。そいつ日本人妻をもらおうとしてたやつやで。この時、病状が悪くなっていた父親のアレクサンドル3世はもう反対はしなかったという。婚約した時のことを、ニコライ2世は母親への手紙にこう書いている。私は子供のように泣きました。アリサも泣きました。幸せです。とても幸せが溢れてるわねー。初めて会ってから10年経ってやっと実ったんだ。嬉しいだろうね。普通に遊郭で遊んでたのが引っかかってしょうがないけどよかったわねー。ニコライ2世はアリサに自分の日記を自由に読んでいいようにして、アリサもそこに書き込むようになった。それを見てみよう。見ていいの？交換日記みたいなのって見られたら恥ずかしいと思うけど。私の愛するあなたに、1000回も接吻します。はずいはずい。私は恋する夢を見ました。目が覚めるとそれは現実だったのです。きついってこれ。あなたは私の天使、あなたに神の祝福がありますように。ヒゲズラヤン天使。そして、ニコライ2世は愛するアリサには隠し事をしないと決めた。実は私は、バレリーナと付き合ってたんだ。何を告白しとんねん。私は以前に宮廷の、その場限りの関係を楽しむ女性たちに囲まれた場所で過ごしていたんだけど。どこまで言うねん。なんやその場所、バレリーナよりそっちの方が問題やぞ。ちなみにその場所はジャガイモという隠語で呼ばれている。隠語の説明いらん。ジャガイモとは別に、バレリーナと数年間深い関係を持っていたんだ。別かよ。それを聞いたアリサは、その日の日記に気持ちを綴った。その場では呆れて返す言葉がなかったのね。過去は過去です。理解ある。終わったことは、やり直すことはできません。やっぱり呆れてるっぽい。でも、私たちが悔い改めれば、神は許してくださるでしょう。もはや神の許しが必要、相当呆れてるわよ。私たちが悔い改めればって二人のこととして捉えてるのがすごいわね。アリサちゃんは何もしてないのに。あなたが過去のことを告白してくれて、私は一層あなたのことが好きになりました。遊郭のことは告白してないぞ。あなたが打ち明けてくれたことに感動しました。日本人妻を欲しがってたことも打ち明けろよ。私の愛するニキ。ニキはニコライの愛称だよ。兄貴みたい。あなたに神の祝福がありますように。ないと思う。そして、その後のアリサの日記も読んでみよう。もう読むのやめてあげて。私たちは愛を見つけました。私は愛の翼を飛べないように結んでしまいました。ほら恥ずかしい。ですから愛はもう私たちから消え去ることも、飛び去ることもないのです。こんなん書いて世界中で読まれたら死ぬ。私は生涯あなたのもの、あなたは私のもの。お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの。ジャイアンを加えるな。こんな感じで、二人には愛が溢れていたんだ。こんなのを世界中に公開された二人が不憫すぎる。ニコライ2世は婚約した年に父親を亡くし、皇帝となった。アリサはロシア正教に改宗して翌年、ロシア名のアレクサンドラとして結婚した。ちなみにアレクサンドラは、イギリスのビクトリア女王の孫だ。ニコライ1世の妻もビクトリア女王のハトコだったし、なんか女王と縁があるわね。ニコライ2世夫婦は見てられないほどラブラブだし、何の問題もなさそうね。しかしこの二人、この動画を見てくれてる中には知っている人も多いと思うけど。にゃ？
革命で処刑された、悲劇の一家だ。この人たちが、ああ、なんでこんなに幸せでうまくいってそうなのに。それは、ごくり。次回に続く。おーおーおい。ごめんご、ニコライ2世の自制心がないのと日記の癖が強すぎて長くなってしまった。しょうがないわねー。しょうがなくねーよ。ソフィアちゃーん。ちょうど気になるところで終わりやがって。クーデター起こしてやろうか。やめてくださいっていうかソフィアちゃんまだいてくれたのね。よかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。ツイッターのフォローもお待ちしてます。女帝もよろしくな。どういうこと？ご視聴ありがとうございました。まったねー。まったねー。女帝。それなんなの？